師団も戻ってきたよ。私は無実です。これは評議会を通算とする師団の陰謀です。お上際悪いじいさん。フレンは？ここからじゃ見えないな。騎士団を信じてはいけません。彼らはあなたたちを安心させた上でこの町を潰そうとしているのです。我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓います。あなたはフレンシーホー。帝国とユニオンの間に友好協定が結ばれることになりました。そんなバカな。今ドン・ホワイトホースとヨーデル様の間で話し合いが持たれています。正式な調印も時間の問題でしょう。どうして？アレクセイめは今別寺で身動きが取れぬはず。確かに騎士団長はこちらの方に顔を出された後すぐに帝都に戻られました。では誰の指示で？まさかこんな若造に我が計画を潰されるとは。これでカプアノールの人々も圧政から解放されますね。次はまともな執政官が来りゃいいんだがな。いい人が選ばれるようにお城に戻ったら掛け合ってみます。お城にって、エステル、帝都へ帰っちゃうの？はい、ラゴーが捕まってもうお城の中も安全でしょうから。本当は帰りたくない。え？って顔してる。そんなことはないです。ま、好きにすりゃいいさ。自分で決めたんだろ。帰ります。これ以上フレンや他の方々を心配させないように。寂しくなるな、ラビド。大変だよユリ。ゆっくり寝かせろって。ラゴーがどうしたって？評議会の立場を利用して罪を軽くしたんだって。少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。面白くねえ冗談だな。冗談じゃなくて本当なんだよ。これが今の帝国のルールか。たく、本当に面白くねえ。どうしようユリ。さてな。ちゃんとした罰も受けないなんてこんなの絶対おかしいよ。そうだ、エステルに言えばなんとかなるかもしれない。おい、あんまお姫様に迷惑かけんじゃねえぞ。たく、何やってんだよフレン。あいつ駐屯地のテントにいるかな。ノックぐらいしたらどうだい？来るの分かってたろ。お前その格好。本日付で隊長に就任した。フレン隊の誕生か。また差をつけられたな。そう思うなら騎士団に戻ってくればいい。ユリなら。俺の話はいいんだよ。
隊長就任おめでとうさん。ありがとう。僕を祝うために来たわけじゃないだろう。あ、ラゴーの件だな。ノール校の私物化、バルボスと結託しての反逆行為、加えて町の人々からの略奪、気に入らないという理由だけで部下にさえ手をかけた。殺した人々は魔物の餌か商品にして、死体を欲しがる人々に売り飛ばして金にした。けどおめ、これだけのことをしておいて罪に問われないなんて思っていた以上だった。評議会の権力は、隊長に昇進して少しは目的に近づいたつもりだった。だがラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。終わったわけじゃないだろう。それを変えるためにもっと上に行くんだろう。そうだ。だがその間にも多くの人が苦しめられる。理不尽に、それを思うと。短気起こしてラゴを殴ったりすんなよ。出世が水の泡だ。お前はラゴより上に行け。そして、ああ、万人が等しく扱われる法秩序を築いてみせる。必ず。それでいい。俺も、俺のやり方でやるさ。ユーリ？法で裁けない悪党。お前ならどう裁く？まだ、僕にはわからない。アレクセイがいないと思ってハメを外しすぎましたか。フレンシー法か。生意気な騎士の小僧め。この恨み忘れませんよ。評議会の力で必ず厳罰を下してやります。うわぁ！何？おあなた！私に手を出す気ですか？私は評議会の人間ですよ。あなたなど簡単に潰せるのです。無事では すみませんよ。法や評議会がお前を許しても俺はお前を許さねえ。くら少しでデイノースを。ラピード。ここでお別れなんてちょっと残念だな。今度お城に遊びに来てください。ガキンチョ、本当に行こうよ。え、行っちゃダメなの？はあ、バカっぽい。だって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょ。そうですね。姫様、そろそろ。
号の件は私からもお願いしてみます。正当な処罰を下せるように。姫様、そのことなんですが。はい。ラゴー様は昨夜から行方不明なのです。詳しくはまだ分かりません。今も足取りを追っている途中なものでして。どういうことなの？ビビって逃げたかな。さて、私も行こうかな。エアルクレーネってのをいろいろ調べて回りたいし、調査が済んだら私もテートに行くから。はい、楽しみにしてます。じゃあね。僕はギルドをユーリと一緒に作りたいな。それいい考えだと思います。姫様、ごめんなさい、もう行きます。あ、ユーリ呼ばなくてもいいの？ええ、まだ休んでるみたいですし。そう、ではここで。うん、また会えるといいね。ユリ、起きてる？エステルもリタも行っちゃった。そっか。今追えばまだ間に合うかもしれないよ。その気になりゃいつだって会えるさ。ユーリのバカ、もう知らない。行っても帰りづらくするだけだっての。なんだ、魔物か？ユリ！カロル、あれはなんだ？知ってっか？うん、僕もあんなの見たことないよ。降りてくるよ。行くぞカロル。ようやくのんびりできると思えば、またすぐに次の厄介事がやってくんのな。やっぱりユーリって絶対になんかついてるんだよ。俺だけのせいにすんなっての。カロルだって当事者だろうが。でもユーリに会うまでは化け物に会ったり騎士に捕まったりしなかったよ。そりゃ俺だってここまでひどくなったのはエステル連れてテート飛び出してからだよ。となると、つまんねえこと考えてないでとっとと行くぞ。うん。てざまだよ。ユリカ、頼む、エステリーゼ様を。ユリ、あれ。あの目、こっちに来い。なぜ私たちを無視する。私が狙われてるの？騎士団長、どうしてここに？騎士団の精鋭が。やむを得ないか。ヘラクレスで奴を仕留める。ローベル君待ちため、もう手は打った。冗談、エステルが食われるのを黙って見てられるか。忌まわしき世界の毒を消す。人の言葉を。あなたは
事だな。街を出て旅を続ける。テートに戻るってんならフレンのとこまで走れ。選ぶのはエステルだ。私は来なくっちゃな。それ言うな。心配ないわ。あなたたちは先に。さあ早く。あら強引な子。あれ帰ってく。なんで。待つんだユーリ。それにエステリーゼ様も。面倒なのが来ちまったな。フレン、私やっぱりテートには戻れません。学ばなければならないことがまだたくさんあります。それはテートにお戻りになった上でも。テートにはノール港で苦しむ人々の声は届きませんでした。自分から歩み寄らなければ何も得られない。それをこの旅で知りました。だから旅を続けます。エステリーゼ様。フレン、その子は下町に届けといてくれ。ユーリ、テートにはしばらく戻れねえ。俺ギルド始めるわ。アンクス爺さんや下町のみんなによろしくな。ユーリ、ギルド、それが君の言っていた君のやり方か。ああ、腹は決めた。それは構わないが、エステリーゼ様は。頼んだぜ。ユーリ、言うのが逆になっちまったけど、よろしくな、カロル。うん。さ、とっとと町を出ようぜ。うだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ。さっき飛んでった化け物、言葉喋ってたよな。でかかったし、あんなのありかよ。あんな魔物見たことも聞いたこともないよ。多分曲がりの剣でも知らないと思う。カルボクラムで会ったやつといい、世の中にはまだとんでもねえのがいいんだな。あんなのとやり合ってたら命がいくつあっても足りねえぞ。さすがに僕もさっきの化け物とは戦いたくないよ。街を出なきゃ分かるんだけど、正直ヘトヘトっていうか、なんでジュディスついてきてんの。雪が彼女そういうことになったみたい。
道連れが増えんのは構わねえけど、今もうちょっと頑張って踏ん張ろうぜ。どこまで踏ん張ればいいのかしら。ここから近いのはヘリオードか。とりあえずそこまでかな。街を出て少ししたら休憩します。それ賛成。へいへい、じゃ行きますか。ねえ、念のため確認しておきたいんだけど。何です？さっきの魔物さ、人の言葉を喋ったよね。はい、確かにこの耳で聞きました。二人が聞いてるってことはやっぱり気のせいじゃなかったんだな。人の言葉を喋る魔物がいるなんて。あの魔物、何者なんでしょう。そうね、もう何持ってこないようだし。どうしてわかるんです？勘かしら。勘？ま、ここなら大丈夫だ。とりあえず休もう。一休みしたらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。一休みしたいのはカロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの、あなたたち。何をか。僕はギルドを大きくしたいな。それでドンの後を継いでダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあボスについていくぜ。ボス？僕が？おう、お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うんなんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ。その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。カロルのギルドの掟は何なんです？お互いに助け合う。ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな。え？一人はギルドのために、ギルドは一人のために。義をもってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリ、それだろ、ボス。一人はギルドのために、ギルドは一人のため。うん、そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもあるということね。そんな簡単に決めていいのか。ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため、いいわね。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ。私とあなたたちのために。あんたの相棒はどうすんだ。心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく。私は、ま、とりあえず今日はもう休むか。そうだね、クタクタなの忘れてた。
よ、寝ないのか。ええ、それよりどうかしました？いや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね、旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね。ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好つけちまったしな。カロルも嬉しそうです。少し羨ましい。おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか。入れてくださいって言ったら入れてくれます？ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。そうですね、ちゃんと考えなきゃ。私もまあ考えすぎてもダメだけど。私の決める。なんだ、寝てないのか。うん、ギルドの名前考えてたんだ。かっこいいの考えるよ。ああ、任せた。ユーリん？よく考えたら、僕らも掟に誓い立てずにギルド作っちゃってたね。まあ、さっきちゃんとしたからいいだろう。うん。ユーリ。なんだよ。あの掟、誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？まあ、なんかまずかったか？うん、僕も同じ掟を考えてたから。僕、ユーリとギルド作れて本当嬉しいよ。なんだ、気持ち悪いな。あ、なんだよ。名前思いついた。勇気凛々胸いっぱいだ。カロル先生らしいな。じゃ、それで行くか。うん。ご苦労様。何がだよ。根津の見張り番でしょ。そんなんじゃねえよ。素直じゃないのね。あんたもな。おかしいわね、自分では素直だと思うけれど。よく言うぜ、ギルドに入った本当の理由を言わないくせに。本当に気に入ったからよ。それだけか。違うわ。掟に反しない限りは個々の意思は尊重でしょ。安心して、掟は守るわ。必ず私なりに。そっか、分かった。ま、近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。ドングレストにいたのは偶然か？そうね、それは本当素敵なことに。素敵ね。ご苦労様。見張りか？私の相手。ラピド、お前も見張り番か。ギルド、始めちまったな。どうにも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。お前がナンバーツーだな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。なんだ、見張り任せてろってか。んじゃあ休ませてもらうか。サンキュー、ラピド。せっかくギルドを立ち上げたんだし、何か仕事したいね。そう慌てるなって。エステルはこれからどうするつもりなんだ。
私はあの喋る魔物を探そうと思います。狙われたのが私ならその理由を知りたいんです。理由がわからないとおちおち昼寝もできないか。でも見つかる？どこにいるかわからない化け物なんて。化け物情報はカロル担当だろう。いくら僕でもあんなの初めてだもん、わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。知っているんです？前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。一緒に旅してたって人？その人なんでそんなの知ってたの？見たってどこでですか？デズエル大陸にあるコゴール砂漠でよ。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。デズエル大陸砂漠。ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。そうだよね。もしかしてあのおとぎ話の。おとぎ話？お城で読んだことがあります。コゴール砂漠に住む言葉を喋る魔物の物語を。でもいくらでもあるじゃんそんな話。ほら、海の中から語りかけてくる魔物の話とか。それはきっと逆ね。逆？そのままそういうお話になったのよ、彼らのことが。火のないところに煙は立たないですね。でもそこへエステル一人で行くつもりだったの？え、あのやれやれ、こりゃ護衛役続けとかねえとマジで一人でも行っちまいそうだな。あ、これギルドの初仕事にしようぜ。そっか、ここでエステル一人で行かせたらギルドの掟に反するよね。そういうことね。でも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと。別にいいだろう、金なんて。ダメダメ、ギルドの運営にお金は大切なんだから。あの私今持ち合わせないです。だったら報酬は後で考えてもいいんじゃない？報酬必ず払います。だから一緒に行きましょう。んじゃ決まりだな。またみんなで旅ができる。よし、じゃあ勇気凛々胸いっぱい団出発。それ何です？え、ギルド名だよ。それじゃダメです。名乗りを上げるときにズバッと言いやすくないと。そうなの？じゃあブレイブ・ベスペリアなんてどうです？夜空にあって最も強い光を放つ星。一番の星か、かっこいいね。ブレイブ・ベスペリアね、気に入った、それにしようぜ。大決定！じゃあ早速トリム港に行って船を調達しよう。デズエル大陸まで船旅だ。ヘリオードで休むのはもういいのか？もうへっちゃらだよ。どっちにしろヘリオード通んないとトリム港には行けないけどな。ヘリオードといえばブラスティアの暴走の後街がどうなったのか気になります。確かにありゃすごかったからな。じゃあちょっと街の様子だけでも見ていく？ええ。んじゃまずはヘリオード、その後トリム港から船でデズエル大陸だな。じゃあ改めてブレイブ・ベスペリア出発。私ちょっと意外でした、ユーリがギルドを立ち上げるなんて。俺一人じゃギルドなんてやらねえよ。きっかけはカロルかしら？ま、俺にも思うところはあるけどな。
俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった。港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね。別に気にしちゃいねえよ。素直じゃないわね彼。本当です。なんだか以前より閑散としてません？ああ、なんか人が少なくなった気がするな。そういえば、あれかな。あら、どうしたの？ダングレストで聞いたんだけど、町の建設の仕事がきつくて逃げ出す人が増えてるんだって。本当か嘘か知らないけどさ。そんなことが。ほっとけない。ふんって顔してるわね。だったらまず宿に行って作戦会議だね。ブラスティアの様子も見に行かなきゃだし。だな。エステルのほっとけない病も出ちまったし。だってほっとけないじゃないですか。わかってるって。じゃあ行こう。宿屋に出発。張り切ってるわ。ユーリとギルドを作れたのが本当に嬉しいんですね。別にカロルのために作ったんじゃないけどな。でも無関係ってわけでもないのでしょ、あなたにとって。さてな。ほら、俺たちもさっさと宿屋に行こうぜ。名前も決まって、掟も作って、初仕事も受けて立派なギルドらしくなったよね。とは言ってもまだたったの3人だぞ。これ立派か。人数なんて関係ないよ。有名な盗賊ギルド漆黒の翼だって3人しかいないし。要するに量より質ってわけね。あんまゾロゾロといるのは面倒なんで、おらん人数少ない方がいいけどさ。どんな後継いでダングレスト守ろうってんなら、ある程度の頭数は必要になるんじゃねえの。そうだね。でもちょっとずつでも前に進めれば、いつかはきっと大きなギルドになるよ。うん、多分そう。なら気楽にしてていいのかしら。ダメダメ、張り切っていかないと。了解。俺もほっとけない病だな。夜の散歩か。故郷に似てるわ、ここの景色。へえ、じゃあジュディの故郷は綺麗なとこなんだな。ただ高いところにあって見晴らしがいいってだけ。高いところは嫌いじゃないけれど。あんな魔物に乗ってたのもだからか。魔物じゃないわ、彼はバウル。それに空が泳げるからというわけでもないわ。一緒だったのは彼が戦争から救ってくれたから。戦争？帝国とギルドのか。いつだってこの世界は戦争だらけ。ま、そうだな。前にこの町でエステルを襲ったのジュディだよな。目ざといのね。狙いが誰だったかわかるなんて。そういう性分でね。フェローってのもエステルを狙ってた。なんか関係あんのか、
バウルって相棒と。うまく説明できそうにないわ。否定はしないんだな、狙ったこと。嘘は得意じゃないの。わかった、もう聞かねえよ。でもまたエステルを狙うようなら。心配しないで、もうそんなことしない。保証するわ。本当か？どう言えば信用してもらえるかしら。嘘は得意じゃないんだっけ。ま、言ってねえことがあんのは俺も同じだしな。おかしな人。とりあえず街の様子を見て回りましょう。暴走したブラスティアも見に行かなきゃだね。やることも目的地も決まったらまだ旅が続くんだって実感が湧いてきました。フレン追っかけてテートを飛び出したのとは規模が違ってきそうだけどな。なんたって得体の知れない喋る魔物を探す旅だ。デズエル大陸に行くとなるとまた海も越えなければなりませんし、コゴール砂漠という場所もきっと暑さの厳しい過酷な環境だと思います。でも今はまた旅を続けられることが私は純粋に嬉しいです。まだ見たこともない景色が私たちを待っているんですよ。ま、旅の目的だけは見失わないようにな。それは分かってますよ。